おはようございます、相変わらずトイレにボールを入れるのはカオリンの癖ですが、ちょっとなんだこれ、胃液なのか何か吐いたのか、おしっこじゃないよね。おしっこが外に出ちゃったのかもしれないね。ちょっとカオリンさん、おはよう。調子悪いんですか、ひょっとして。でも昨日山頂の中遊んだよ。そう、うん、ちゃんとちょっとじゃあ降りてくるのを待とうか。よいしょ、カオリンちゃん、下に降りてきたら分かるんですけど、今まだ眠いんですね。ちょっと待ってますよ。今お掃除をしたところですね、カオリンの吐いた後の中に、毛玉が入っていました。白い綺麗なね、白いのでティッシュかと思ったんですが、実は毛玉を吐いたんですね。カオリンさん大丈夫だね。カオリンそこにいるんだと、ちょっとなでなではダメか。ダメか、はいはい、あとでいいよ。いい、はいはい、どうぞ。カリカリも食べてね。お父さんしてたのにね。ほんとね、カーリンちゃん。よーし、ぽしゅー。先っぽちょっとね。シュッて。見てるね。ほんとでね。いいか。いいかね。そんなに食べてない、半分ぐらいかな。ももちゃん、ほめちゃん、あ、いたいた。鼻が白いから君はももちゃんかな。ももちゃん、もも、もも、ももよ。ここはほとんど手をつけませんでした、この状態です。このような感じになっています。よっ、こう見えてこれは結構きれいになった方です。こちらの部屋は全く手をつけておりません。こちらの部屋に関してはペットボトルを回収したものです。まだたくさん残っています。さて、大体のところですね、2人でできる部分はで終了とさせていただきます。全然なんですけどね。ただ、猫のためのスペースは確保しました。とりあえず人が入れる状態くらいにはなったかと思います。はい、はい、はい、
みんないる。カオリンを後でやるからね、そこで待っててねって、そこにしか入れないとか。いっぱい取れたよ、アトちゃん。これを見せておいて。はい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 。はいはいはい。わあ、いっぱい取れるね。綿菓子みたいだ。
綺麗。これ反対側もやりたいな。今左半分でこんなに取れてるよ。毎回のことでございますが、ご飯の用意が始まるとカオリンはこんな感じです。台所ではアンズちゃんも似たような感じです。そしてカオリンはご飯が近づいてくると必ずシャーを言うので、面白い子ですね。すごい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 。お腹空いたな。めっちゃいいシャー言ったけど、少しずつ言わなくなってきてるかな。はいはい、どうぞ。はい、行くだね。はい、かおちゃん行く、行く。はい、キッパもね、白いね。かおちゃんお腹空いたな。すっごいお腹空いたのね。うん、すごい勢い。慌てないでね。ねえ、ゲーってなんないようにね。カオリンちゃん、今日ブラッシングしてもらったから、なんかさ、毛が綺麗だね。そう。うん。あれ、どっち側だったっけ。なんか、毛並みがすごくなんか揃ってるし、片側だけなんですけどね。綺麗。カオちゃん、気持ちいいね。ここがね、ちょっとね。ご飯来るよ。はい、ご飯来たよ。ポンちゃんからのちゃんか。